高須ライナーに向かってます。今日がね、1月15日、15日土曜日の朝です。コンビニ、ファミリーマートね、満車ですね。もうすごいね、出るの遅くなっちゃったんすよ。もうムカつくな、ほんと。で、この前、これの前ね、今日ね、朝、3本アップしていますんで、見てください。中央北陸自動車道とかね、撮りましたんで。なんだっけ、あ、ちょっとノーカットでいくね。なんだっけ、オレンタルいっぱいおるな。なんで今日こんなスタコール、違う、時間が遅いからか。いつも早いでな、俺。こんな遅いの初めてかもしれんわ。もう駐車場はね、絶対止めんわ、ムカつくな。めちゃくちゃ車もいいよ。てかみんな本当出るの遅いんだね。朝普通に起きてくるんだね。いや俺、いや夜勤明けに来るからさ、いつもまあその5時半とかには台に着いとってギリギリ日中に入れるぐらいだけど、今日はもう、今ね何時かっていうとね、7時15分。まあ相当遠くに止めさせられるわ。で中央北陸、東海北陸自動車道ね、通行止め解除になってるんで、今日の深夜さ見とったら、まだね郡上一番から高須の向こうまで通行止めだったんですよ。でこれがさ、いつ解除になったのか知らないけど、まあ夜中に出た人はあの156号走っとるだろうね。ダイナの入り口で、車両規制、タイヤ規制やってるかどうか、ちょっとそれだけ映しましょうか。それ映したらちょっと一遍切って、ダイナの峠を映して、その後駐車場を取って、センターハウス前を取って、ゲレンデ、高須とダイナね、撮ります。今日と明日と明後日ね、撮ります。土日月アップなんで、よろしくお願いします、このチャンネルは。ちょっと、パウダーばっかりつまらなくなったら、わしがたて行って、バッチですの2球取りに行きます。スキーね、スキーの方を取ります。ボードはちょっとまだ2球無理なんで、もうちょっと後にするけど。ちょっといろんな要因が重なってね、めちゃくちゃ遅れちゃったんですよ。あれだってくるのはもう、ちょっと今ね、156をちらって見たけどね、走ってる人いないね。ってことは、だいぶ前に解除されたんだね。今7時15分でしょ ?6 時ぐらいに解除されたんだとしたら、まだ156号からね、渋滞がつながってるはずだけど、156号にね、車がいなかったんで、まあ、だいぶ前に解除されたんですよ。ってことは、もう駐車場が満車なんですよ。後ろの方に止めさせられるんですよ。昼で帰る人おればな、そこに、まあ、昼ぐらいに開くからね、そこに入れてもいいんだけどさ。ああ、腹立つ。でも今日朝台にあったはずだから、まあ8時ぐらいから滑れればいいやと思ってる人がこれぐらいの時間だ、こんなにたくさんいるんだね。